けど相馬くんだけはその場に留まってまだ人の姿に戻ってないのに抱きしめるんですよ。こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日紹介する作品はこちら、まゆはる先生のちりぢりゆくのです。はい、こちら電子の方でね、LINE 漫画さんの方で連載しております。はいはい、まだあの漫画にはコミックスの方ではねなってないんですけども、はい、激推ししたくてちょっと今回紹介させていただきたいと思っております。はいはい、お願いします。もう設定がねすでにとっても面白いので、はい、ちょっとぜひまだご存じない方にもぜひ伝わればいいなと思っております。はい、それではやっていきましょう。はい、こちらの作品のあらすじから紹介させていただきます。はいはい、攻めの方がね、うん、普通の人間です。普通の人間っていう言い方がね、はい、説明がもう必要なんですね。そうなんですよ。はい、受けの方をねちょっと中心的に紹介させていただきたいんですけども、しおくんって言って、はい、こうドキドキしたりちょっとこう浴場したりすると体がパンって散っちゃう、うん、散っちゃうっていうのがあの本当に比喩ではなくて本当に体がこうゲル状にピンクのゲル状にパンってなっちゃう体質を持つ宇宙人です。宇宙人、はい、宇宙人と人間のハーフです。あ、なるほど。はい、本当に普通の学校生活を送っているというか、うん、はいはい、まあ、ただ普通とは言ったんですけどもやってることは全く普通ではなくて、うんうんうん、そのドキドキして散っちゃうってことが、うん、しおくんにとっては楽しんでもらえることだと思っているのと、はいはい、あと女の子にこう、うん、くっつかれるとすごく嬉しくなっちゃうので、はい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 、そういう自分のね欲望に忠実に通っていた共学の学校では、はい、女の子にちょっと自分のことを誘惑してもらって散るっていう行為をひたすら楽しんでたんですよ。エンターテインメントというかパフォーマンスの一環でもありみたいな。 そのパンって散った後、はい、周りにいた女の子たちは写真撮ろう撮ろうみたいな感じで、あ、もう、はいはい、あのインスタあげようみたいな、はいはい、こういうテンション感で、はい、あのその散ったゲル状のものを、ね、はい、こう背景にパシャパシャって自撮りしちゃうみたいな。でそのゲル状に散った後時間が経てば戻るんですよ、はい、元の人間の姿に戻るんですけども、あの服が同時にパンって弾けちゃってるので、あの全裸で戻って、そうなんですね、戻った時は全裸なので、はい、校内をその全裸のまま結構徘徊してまた女の子探そうみたいなことを多分相当やってたんですよね。はい、1回2回ではなく、はい、相当やってたせいで、はい、しおくん退学になっちゃうんですよ。まあそう、まあそうですよ、だって全裸で徘徊してるんですもんね。はいはいはい、もうね、いろいろ限度を超えてるので、はいはいはい、退学になっちゃって、うん、で新しい学校に編入しますってなるんですよ。はい、うん、編入した先が男子校に編入になるんですよ。その宇宙人のお母さんと人間のお父さんの計らいで、はいはい、だってその編入した先で初めて出会ったしおくんのことをちょっとお世話してねみたいな頼まれていた学級委員が攻めのこの相馬みなとくんなんですよ。はいはい、あ、なるほど。はい、もうここで初めて出会います。はい、もう出会いがめちゃくちゃ綺麗で、はい、顔もすっごく整ってて、もうそれは誰が見てもわ綺麗ってなっちゃう、うんうん、もう人じゃないみたいな、まあ、まさになんですけど。まあそうですよね。はい、すっごく綺麗で、相馬くんも例外ではなくて、うん、初めて見た時もうなんか何かに打たれたような顔をするんですよ。すごくこの表情がもうすでに印象的で、うん、いや絶対これ恋に落ちたやろって思ったんですけど、なんか設定が結構突拍子もないものというか、うん、だけどこの2人の出会いは割と普通に転校してきた翔くんとそこにいたすでにいた学級委員って感じなので、学園ものとして自然っちゃ自然なんですよ。まあ宇宙人なんですけど、相馬くんの方も結構ビジュアルが大優勝してて、そうですね、なんか男子校じゃなかったら、はい、結構相当なんかファンクラブとかできてたんじゃないかなみたいな思っちゃうぐらい、はい、だし性格もめちゃくちゃ良くて、うん、でさっき最初の方に言った通りゲル状で散ったものに対して女の子は結構キャーってなるんですけど、うん、実はしおくんが過去の経験として男の子にはうわ気持ち悪いみたいな、あ、君から、はいはい、悪がられてたんですよ。うんうんうん、で新しく編入した先が男子校だから、はい、きっとまた同じようなことが繰り返されるだろうと思って、はい、それなの最初からもう嫌われた方がいいってことで、うんうん、で無理やり自分をドキドキさせてそこからいっぱい男子生徒がいる中でパンって散って自分の本当の姿はこれだっていうのを、はい、もう割と転入してすぐに見せつけるんですよ。うん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 、で案の定周りにいた男子たちはうわ何これって動画で見てたあの女子たちが上げてた SNS で見たやつとはまた違うみたいな、はいはいはい、でみんなびっくりしてパッて逃げちゃうんですよ。うんうんうん、だけど相馬くんだけはその場に留まってゲル状になってるしおくんのことを
キル状のまままだ人の姿に戻ってないのに抱きしめるんですよ。素敵。本当に良くて、はい、で塩くんも自分の父親母親以外にこうやってギュッて抱きしめられたあの状態のままギュッてされたのは、はい、相馬くんが初めてだったそうで、もういやそのなんか自分の本当の姿を受け入れてくれるような人に出会えたみたいな感じなんですよ。ここは本当に触りの部分しか今お話ししてないので、はいはいはい、この先学園生活が、ね、どんどん始まっていきますが、うん、いろんなキャラクターも出てきて、あの他のキャラクターも正直私は嫌いなキャラが一人もいないぐらい、うんうんうん、どんな最初嫌なキャラでもなんか好きってなっちゃうのがもうこの眉原先生の描くキャラクターの魅力というか、LINE 漫画の方でね1話ずつこう更新していくと読めますので、ぜひちょっとチェックしてみてほしいところです。はい、一押しシーンを紹介させていただきたいんですけども、はい、このドキドキすると散っちゃう体質って、うん、この2人がこう結ばれていく過程ですっごくもう壁になるじゃないですか。まあそうですね、イチャイチャとかラブラブしようとしたら散っちゃうってことだから、はい、そうですね、ちょっとくっついたりとか、うん、そういうのだけでも散っちゃう可能性があるってことじゃないですか、うん、で私が特に推したいのがまだ恋人になりたてというか恋人になってお互い好きだっていうまだすごく初々しいその時期に、まあ、もともと塩くんは結構相馬くんにちょっと触れられただけでうわっってパンってなっちゃう感じはあったんですけども、はいはい、それがなんかさらに進んでるというか、なんか相馬くんとこちょっと触っちゃうだけで散るっていう体質になっていたので、その中でこう文化祭が行われまして、近所にある女子校と合同で舞踏会が開催されるっていうなんかすごく画期的な催しなんですけども、はいはいはい、まあ、そこにその存在はちょっとしおくんには知らされてなくて、まあ、女の子がいるとね、うん、また当初のようなことが起こってしまう可能性があるので知らされていなくて、ただ相馬くんはあの舞踏会の方でこう代表として出て踊る、あ、はいはい、役割だったので、それに向けて文化祭の催し物の一つなのでそれに向けてちゃんと女子と練習をするんですよ、うん、なので練習のためにあの女子が普段はいないのにちょっと来てて、うん、でそれに偶然遭遇しちゃうんですよ塩くんが、はいはいはい、だけど塩くんがあの女子にピクリとも反応しないんですよ、もうかつての塩くんだったら考えられないぐらい、ね、うん、あのちゃんとデレデレするんですよ、うん、女子だってなってて、はいはいはい、それもすっごい可愛いんですけど、でもこう触れられたりとかこうすり寄ってきた女の子に対してもあれ何も感じないってなって、はいはいはい、なのに結局その女子とこう触れ合ったというか、その後にやってきた相馬くんには反応しちゃって相馬くんで散っちゃうんですよいやでも分かりやすい体質ですね。そうすごい、はい、しかもこれ相馬くんも言ってるんですけども、はい、なんか自分で散ってくれるのが嬉しいっていう、あー、なるほど、女子とのこう絡みがあった後で、うん、相馬くんで散っちゃったっていうその場面で雨が降ってたんですよ。でもゲル状になってからちょっと戻るまで時差があるので、相馬くんがこう傘を、はいはい、ゲル状になってるあの塩くんに傘をこうかけてあげてたんですけども、うん、ちょっとその場を離れなきゃいけなくなっちゃってごめんねって言いながら傘だけ置いて相馬くんが離れて戻っていくんですけども、なんかそれに対して塩くんがあのその小さい体で必死に大きい傘持ってずるずる引きずりながら、でその状態だと言葉発せないんです、はい、あ、 なるほど。なのでこうずるずる引きずりながら心の中の声というかもう呼ぶけど向こうはもちろん気づかないので、うんうん、でも相馬くんが自分の傘を持ってないからびちょびちょになってる様子を見て、あ、傘返さなきゃって頑張って引きずってるのに目の前で女の子が傘を相馬くんに差し掛けるんですよ、はい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 、あのでまあ相合い傘、一瞬相合い傘みたいになっちゃって、うんうんうん、それ見てあってあーってなるんですよ。なんかこの場面に結構凝縮されてるというか、翔くんはちっちゃい体で傘も返せないし、うんしょうんしょって頑張ってこうやってるけど自分はあの女の子みたいな存在になれないんじゃないかみたいな思うきっかけになるというか、うんうんうん、そこから翔くんがただ相馬くんのことが好き好きって絡んでいくだけじゃなくてこれから先ずっと一緒にいることができるのかみたいな、うんうん、そういう不安の方にも行っていくので、やっぱ得意な体質を持ってるからこその悩みが塩くん側にもあるのが、いやそれがどんどん深掘られていくので、でもあとはこの散る体質ってそもそも塩くんが散りたくて散ってるわけじゃない、そうですよね、っていう自由自在なわけじゃないので、うん、でそこも結構改めて感じる場面が何度もあったというか、こう相馬くん側
別に翔くんが散っても、うん、そんな別に気持ち悪いとか絶対言わないし、うん、気にしてなくても、でも恋人として隣に居続けるならば、まあ、そりゃ気になるじゃないですか、うんうん、それこそラブラブできないわけだから、好きな相手相馬くんのやりたいことを自分が制限してしまってるようで、うんうん、もう余計どん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 不安が募っていくっていうのがすごい悲しいし、こっちも辛いんですけども、それを詳しくねやってる13話14話っていう神回があるんですけど、私の中で急に具体的な数字を出してしまったんですけど、はい、LINE 漫画さんの方であのナンバリングされてるところだと13話14話が特に本当にいいので、はい、もうめちゃくちゃもうとりあえずそこに行くまではまず読んで、そこに行っちゃえばもう絶対最後まで読みたくなるので、あもうまあどこから読んでも結局ハマっちゃうんですけど、はい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 、もう読んでいただきたいところです、はい。最後にこちらの作品のまとめです。はい、お話ししてきました通り、はい、めちゃくちゃ光なんですけども、はい、もう最終話までね出ているので、はい、最後どうなるのかも私は知っていた上でもこれです、はい、あーもうじゃあずっとこれでとてもとてもいいです、はい、まあただあの泣いちゃうぐらい最高に感動できるシーンももちろんあるので、ね、 あ、 はい、あとエチド的にはあの2にはしてるんですけども、はい、あの結構肌色が多かったりだとか、はいはいはい、相馬くん の、 あの心の奥底に眠っている気持ちというかね、あなるほど、はいはいはい、そういうところがね、うん、想像するとそれだけですごくエッチだと思うので、あのそこもね問題なくございまして、はいはい、まあ、あとはこういう特殊設定ですよね、はいはい、まずはそういうところもね、うん、あの普段読まない方とかも読んでもすごいあのびっくりせずに読めるというか、うん、意外と気づいたらこの設定にすごい慣れきっちゃうんですよ。これまでないからこそあの人に勧めるときに私すごいなんかまるで自分が書いたかのように説明しちゃう節があるので、はいはい、ちょっとやめたいんですけど、はい、そこはもうそれぐらい新しい新鮮さというか、はい、あるのと、まあ、ただ、はい、ただイニシエからずっと言われ続けているこの攻めの スパダリカだとか、うん、あと攻めガチムチなので、うん、あそうなんですね。そこもね、はいはい、好きなところはもう間違いなく刺さると思います、はい、いやこちらの作品ねすごい話題になってるのはしてたんですけれども、うんうん、まだちょっと読めてなかったので、いやもう絶対読むべきあの筋肉お好きですよね。好きです。もうそこは間違いなく、そうですね。じゃあちょっと筋肉と宇宙人ハーフの絡み楽しんでいきたいなと思います。最高です本当に、はい、あの序盤の方とかね塩くんがあのガチムチって呼んでるので、もうガチムチって単語が出てくるのでちゃんと、はいはいはい、そこもめちゃくちゃ笑えるし、コメディ面でもね、はいはい、もうめちゃくちゃ笑わせていただいておりますの で、 いいです。であとはですね、あの大変大変嬉しいことに、はい、こちらの作品が、はい、あの紙と電子でコミックス発売がもう決定してるんですよ。すごい、はい、ああもう LINE 漫画でね課金をさせていただいてたんですけども、はい、あのさっき好きだと言った13話14話あたりにから課金し始めた形跡がありました。ああありました、はい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 なんですけども、やっぱ改めて手元に置いたりだとか、うん、電子でまとめて読んだりだとかもしたいので、うん、ちょっとこの続報をね待ちつつ首を長くして待ちたいと思います。はい、はい、ということで今回紹介させていただきましたのは森原先生のチリジリゆくのでした。こちらの作品を紹介しているチルチルのページリンクを概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしていただいて、レビューもたくさん残していただけると嬉しいです、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。それではバイチルー。